心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日は着付けの時、どんなこと気をつけてる？お客様可愛く綺麗にしようとだけ思ってる？今日は着付けの所作について話します。所作だよ、気をつけて。紐を首にかけてます。見ることありますか？うちのメンバー以外と着付けをするっていうチャンスがこの頃すっかりなくなってしまったので、こんな様子を見ることはないんですが、皆さんの中では着付け師さん、いろんな現場に入ると大勢の着付け師さんがいる現場ってありますか？こんなことしてる人いませんか？っていうことなんです。これは私はうちのスタッフには厳禁、まあ最もする子もいないんですが、この紐一本でもお客様の大事なお道具です。私たち基本的にモデルさんの場合もありますが、お客様をするということが前提で全てのことはさせていただいています。なのでお客様の大事な紐、首にかかったら首の油もつくし、ワックスしてたらワックスもつきますよね。大事なものなので首にかけたりしません。かっこ悪いっていうのももちろんあります。かっこ悪いことももちろんありますが、それはしてはいけないことだと思っています。まず紐を首にかけない。そのためには紐はちゃんと取りやすいように、真ん中が分かるように2分の1にして、先からくるくるって巻きつけて、そして真ん中が取りやすいようにこんな風にして必ずセッティングしています。しまうときはよく広げて五角形にしてしまいます。ですが五角形のマラムだと締めるときは締めにくいから、着付けする前はこんな風にしています。次は着付けるとき、この紐を真ん中を取って、ま、持っています。腰紐から入ります。お着物をバサバサ埃が立たないように上げます。そしてこの敷紙の範囲の中で作業ができるようにしています。そう持ってあげて、今このご時世でべちゃべちゃお話をしながら、大きな声でお話をしながらするってことは、技術するってことはまずないでしょうけれども、でも静かに絹ずれの音がするような仕事がしたいですよね。そしてこの腰紐をするときには静かに降りていって、両膝を揃えて仕事をしています。パンツで仕事をすることが多い昨今ですが、楽だからといってこういう立ち膝の形、あるいは高さがいいからといってこういう形、力がよく入ると思ってこんな形でやるのはふさわしくありません。膝をきちんと揃えて、自分をお着物を着ているということが前提の所作を心がけましょう。お客様のいい着物やいい帯の絹ずれの音が聞こえてくるような、そんなお仕事を心がけてください。そして所作とは違いますが、腕時計や大きくぶら下がるイヤリングやピアス、そういったものもどうかなって思うことがあります。例えばここに手を入れますよね。こちらも手を入れますよね。お客様の大事なお着物に腕時計がしてあったり、ピアスがしてあったり、大きな指輪、まあダイヤモンドのすごい石がついていないにしてもですね、そういったものをしている指や手や手首などがお客様の大事なお着物に触れるのも、これは考えものだと思います。なので技術を磨くのももちろん大事、それは最低限のこと。その前にお稽古をするときも
指輪を外す。ネックレスもジャラジャラ言うようなものは外す。そして腕時計も外す。時計を知る必要、時間を知る必要があったなら置き時計に変える、などなど、そんな工夫をしてみてください。こんなところに手入れて腕時計邪魔になりますよね。こうした時こうした時、指輪も気になるところです。そんなところも注意してやってみてください。次は帯です。私は皆さんもよくご存知だと思うんですが、帯はこうして左手に持って回すように心がけています。必ずしも絶対できるとは限らないんですが、でもできるだけこうしてお客様の帯を足元で回すことのないように心がけています。どうしてですかって聞かれたことあります。お客様の帯何十万もするものです。それを足元で回すなんていうのがちょっとえって思っちゃうだけなんです。もしその帯30万、50万、100万だとしたら、100万のものここにあって、足でつまずいたり蹴飛ばしたりしたらどうします？それ思いませんか？例えば100万の指輪にしたって、100万の時計にしたって、みんな足毛にして歩かないですよね。でも帯はもしこのまま下にあったら、ずるずる引きずられていくということになります。なので私はこうやってできるだけ下に落とさないで、必要な時が来たら下に落としてというようなことを心がけてやっています。絶対にそうしなければいけないというわけではないですが、狭いところで帯を回すことができるわけです。ここまで来たらタレを下に下げて帯を締めていくんですが、帯締めるのにやっぱり力は必要ですよね。というのは100も承知ですが、例えば私の場合は普通に二重太鼓をするようにタレが上に結ぶ場合は、輪と輪を持ってこうして通したらアクション大きいです。なので輪と輪を持ったらできるだけ近くで始めます。アクション小さくて済みますよね。これこうやって先っちょ入れれば、まあそれもそれですが、こうしてできるだけ根元から入れて引き抜いています。引き抜く時ももちろん静かにですよ。そして輪を持ち、輪を持ち、輪は上に、手は下に、それだけで締めていくことができます。もっと力を入れたい人、こんなのも見たことあります。こんなのも見たことあります。みんな静かにやってみない？こんなのも見たことあります。これお客様の帯大事に扱ってますか？もしレンタル衣装だとしても帯がかわいそうじゃないですか？って考えてみてください。今日は着付けの所作について話してみました。うちでは成人式も七五三も、もちろんお嫁さんもお母様やおばあちゃんに着付け室に入っていただいています。私たちの一手一手がお支度されていくその様が、全て一手一手がイニシエーション、そう思ってお支度することにしているからです。なのでお母様やおばあちゃまに見られても嫌じゃない所作、そのぐらい丁寧にお着物を扱っている、そのぐらい丁寧にお嬢様のお支度をしている、そう分かってもらえる所作をしていきましょう。近頃は自分のお着物を着てお支度をすることはほんとなくなりました。でも大きく股を広げたり、広い場所がなければ着付けできなかったり、それもそもそも損です。損得だけではないですが、私たちの所作もきれいにすると上手に見えるよ、というお話でした。さてここで突然ですがコマーシャルタイムです。来る6月28日 Zoom の講習会があります。
しかも無料、皆さん参加してくださいという無料の講習会なんですが、今回は今までZoom の講習を受けたことがない方に限らせていただきます。 Zoom やってみたいけど使い方がわからないんですとか、ドキドキしちゃってできるのかしらとか、そんな心配がいろいろあると思うので、一回無料でチャレンジしてみてくださいという回です。できれば皆さんと一緒にやりたいので、参加できる方はボディを用意していただけるとありがたいかな。帯結びをやっていく、帯回しをやっていく、そんな回にしたいと思っています。ぜひぜひ調べてみてください。インスタグラムにも上げていきますよ。それじゃあ Zoom の無料講習会、6月28日です。ぜひ今までご応募したことない方、ご応募お待ちしています。それじゃあラブ注入して